はい、えー、こんにちは、レトスのおのです。本日は早速問題に入ります。A の被用者 B の不法行為で C が損害をこむった場合、B の職務外の行為であっても、その行為の外形から判断して B の職務の範囲内に属すると認められるとき、A は C に対して使用者責任を負うことがある。丸かツかという問題です。えー、答えは丸ですね。 費用者っていうのは、まあ、従業員って考えていただいたら分かりやすいと思います。従業員が仕事中に不法行為をしたと。え、この場合、使用者。まあ、これ会社ですね。会社が、えー、きちんと選任しなかった。またきちんと監督しなかった。まあ、こういった場合、使用者は損害賠償しなければならないんですね。つまり、使用者も損害賠償責任を負うんだってことです。まあ、これを使用者責任って言います。え、そして判例では、 被用者の職務行為そのものには属しない場合でも、つまり仕事中でない場合だったとしても、その行為の外形から判断して、職務の範囲内に属すると認められるとき、つまり、まあ、見た感じですね、ここにも書いてあるんですけど、見た感じ仕事しているときの不法行為だと、まあ、見なされるようなときですね、そういった場合は使用者責任が生じます。つまり、まあ、問題文の B の職務の範囲内に属すると認められるとき、 A は C に対して A って使用者ですね使用者は被害者 C に対して使用者責任を負うことがあるっていうのは正しい記述になりますで問い2ですね監督処分です。国土交通大臣に宅建業を営む旨の届け出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は宅建業の業務に関し取引の関係者に損害を与えた時は 指示、えー、処分を受けることがある。ルかツかという問題ですね。で答えは丸です。指示処分を受けることはあります。で、えー、ポイントとしてはですね、まず、信託会社っていうのは免許を受ける必要はないんですね。国土交通大臣に届け出をするだけで、宅建業を営むことができます。まずこれは基本事項として頭に入れておきましょう。で、これってどういうことを言っているかっていうと、 信託会社は免許に関する宅建業法の規定は適用されないことを意味してるんですね。これ免許を受ける必要ないわけですよね。届けるだけでいい。つまり免許に関するルールが適用されませんよって話なんですよ。ってことは、免許に関するルールが適用されないってことは、免許取り消し処分はありえないんですね。なぜなら、そもそも免許を受けてないからなんですけれども。なんで、ここも2つ目のポイントとして覚えていただきたいんですよ。 で、今回の問題は、この二つのポイントではなくて、次のポイントで、免許取り消し処分以外の監督処分。ま、例えば、ま、指示処分とか、業務停止処分ですね。こういったものについては、他の宅建業者同様適用されるんです。つまり、今回の問題文、指示処分を受けることはあるというのは、丸になるということです。では、問さんです。都道府県知事は、 宅地造成等工事規制区域内において行われる、宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反したものに対して、その許可を取り消すことができる。マルかバツかという問題です。で、答えは、これ、正しいですね。都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、工事の施工に伴う災害を防止するため、必要な条件を付することができます。まあ、付することができるっていうのは、まあ、条件を付けることができると。 まあ言い換えると分かりやすいですで簡単に言うと条件を満たすのであれば工事を行っていいですよということですねなので条件に違反するのであれば工事は行わないでくださいということですしたがって許可を取り消すことができますなので丸ということですね、まあ、これは基本的な内容です基本的な部分は確実に得点できるようにしていきましょうまだチャンネル登録していない方は上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。